題のニュースに鋭く切り込むゆっくりずんだもんニュースです。老後五等分の花嫁一番くじ発売される。ついに発売されたな。一番くじの概要はこの動画を見てね。7月9日、映画五等分の花嫁一番くじ幸せの結び発売されました。発売当日はツイッターのトレンドに入るほど盛り上がったようです。どの商品も可愛いからたくさん買う人がいたんだな。フィグアもクオリティ高いしね。ということで今回は僕が引いた一番くじの結果を発表するのだ。心して聞くように。また開封動画かい。開封動画じゃないのだ。恥ずかしくて開封時の様子は撮影できなかったのだ。チキンだな。だから結果だけ発表するのだ。じゃあ10回引いて B 賞のニノのフィギュアが見事当たったのだ。やったのだ。一番くじ引くの初めてだけどフィギュアが当たって嬉しいのだ。そしてイラストボードが3枚、1かと2のとみくなのだ。チョコノッコフィギュアは四つ葉のみ、フレームスタンドは二の以外ゲットなのだ。そしてラバーストラップは1かだけって感じなのだ。これで全部なのだ。かぶりがなかったからよかったのだ。フィギュアいいな。メルカリにめっちゃ出品されてるぞ。それではネット上の反応です。前には20人ほどしかいなかったのに、気づいたらフィグアがもう終了してた。みんな何回引いてくねん。今見て、期待せずに地元の5店舗回ったけど全店舗枯れてた。一番くじ買いに行ったらすでに売り切れてた。当日の11時に売り切れって早すぎんだろ。コンビニの時は7時台に行かないと厳しい。四つ葉フィグアとイラストボードが引けた。大満足。1回のくじで昼飯1食分と考えると決して安くないな。四つ葉フィグアダブったけど、押し出し1つは飾って1つは保管するからメルカリやヤフオクに出す予定はない。5回引いてMと帰るしか出ないと何とも言えない気持ちになるわ。店員も目の前にいるし。今回の一番くじフィグアの造形が細かくてすごい綺麗かってよかった。投票行って外食した帰りにの推しの娘、1回で見事 B 賞にののフィギュアを引き当てる。10回で回したらミクと四つ葉のフィグア当たった。チョコノッコもミクだった。めっちゃ神引き。これは嫉妬ではない、嫉妬だ。どっちだよ。それでは本日のゆっくりずんだもんニュースは以上です。